旅行けば。駿河の道に茶の香り。ここは何をどうかいど名称古跡の多いところ中に知られる羽衣の松と並んでその名を残す街道一の親分は清水港の次郎長の義神殿のその中に終わり名古屋の苦心団不便ながらも務めますでも秋葉山三尺坊の島釣りで義理の兄貴増川屋佐太郎の敵武井の身内神沢光郎を斬った。それは次郎長の甥の増川千右衛門と法院大五郎そばに見ていた次郎長がよし首は俺があげようってんで小五郎の首を切ってしまいました。千右衛門と法院大五郎が首を持って山を下りました。後に残って次郎長が武井の泊まっている宿へ乗り込んで大島を切ってしまいました。それがために次郎長と武井安五郎が大きな出入りになるところを伊豆の台場の旧地甲州紬の分吉東海道藤枝長楽寺清兵衛という樫本連中が飛び込んできて、まあ待った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 、ここで喧嘩をしちゃいけねえ、秋葉さんは神は新たかな名地高町はなくなってしまっては多くの人に申し訳がねえ、喧嘩しちゃいけねえ、次郎長は後に下がって土葬鞘に収めて皆さん何と申し訳がございません、この通りだと次郎長が頭を下げた。武井安五郎は俺はテレッチに任すんじゃねえぞ、秋葉さんという神様に免じて手を敷いてやら、その代わりこのどっかで会ったら次郎長の即首はもらうぞ、バカやな、こういうことを言って宿へ入っちまいました。後に残った台場の九八さん鶴井の文吉さん藤枝長楽寺清兵衛さんが顔見交わして、なんという高いというやつはわからねえ野郎だ、もうあんなもんと付き合うのは予想で途中であっても口を引くんじゃねえぞ、こういうことになる。これが縁で甲州紬文吉と清水港次郎長が兄弟分の杯をしました。中へ入った人が伊豆の台場の九八さんでした。これが評判となって次郎長という人が秋葉さんで武井を相手に間違いをしたってんで大変な評判になってきました。次郎長は男を挙げる一方、しかし悪いことはできないもんです。秋葉さんは神は新たかな名地そこを荒地で怪我した罪は恐ろしい、次郎長清水にいることができなくなりました。神に恐れて長いわらじを履くことになりました。
あと子分どもによろしく頼んでおいて、女房お蝶と子分の森の石松を連れ、次郎長三人連れで清水を出る。これが安政二年の10月の末であります。それから約1ヶ月半経ちました。終わり名古屋の出町松並木、ぼんやり立った衆従三名。石屋。へい。向こうに見えるな、名代の金の社長子だ。立派なもんだな。有川軍なんつけ有名な金の社長ですか。そうだよ。へえ、なんでつまんねえもんだね、こら。バカ野郎。土地来たら必ず土地の者は褒めるもんだ。まして俺が立派だなと言ったらそうですねと言えばいいじゃねえか。ところがまして面白くねえ。お前さんだってそうじゃねえか。金の社長ばかり見てねえで、たまにはわしの顔見つくねえ。おめえの顔なんか毎日見てる。だからさ、今日はつくづく見つくねえ。なぜ？わしの顔の色がちょっと悪いでしょ。どうかしたのか。もう今日は具合が悪くてしょうがねえ。鬼のかぐらんってやつだな。どこが悪い？え？どこが悪い？腹が減ったんだよ。よせ。そんなに減ったか。そんなに減ったかって罪じゃねえか。今朝宿屋たくせに食べたっきりなん。それだって尋常に食べたんじゃないよ。お前さんが医師や今日はちょっとわけがあるから飯を軽く食っとけよって言うから。これは表行ってうめえものを食わしてくれるんだなと思ったから、あんな小さな茶碗に二つか食わねえ。あれっきり何にも食わねえんだ。腹減ってしょうがねえ。おめえばかり食わねえんじゃねえ。俺も食わなきゃお蝶も食わねえ。お互いだ、我慢しろい。そう、お互いなら我慢しますよ。うん。考えてみたらこれお互いじゃねえよ。なんで？だって姉さんはもうしばらく患ってんでしょ。うん。お前さんは看病疲れで、今度も2、3日具合が悪いんでしょ。うん。二人は病人だから食おうったって食えねえんだよ。こっちはピンピン達者で食わねえんだ。腹減ってしょうがねえ。だらしのねえこと言うねえ。三円山増上寺36世の大僧正雄天上人様は、一年の間40人時断食をしなすった。そのことを考えりゃ、てめえなんざ食わねったって二がたきだ。我慢しろい。雄天上人様と俺と一緒にならないよ。ええ、向こうは立派な坊さんだし、こっちは博打打ちの子分じゃねえか。物の例えだよ。例えがひどすぎるよ、お前さんな。もっとだらしのねえやつと例えつくんねえ。腹減ってしょうがねえ。どうすればいい？え？どうすればいい？なんか壊しつくんねえ。金がねえ。え？金がねえ。俺、このユニットまだ一文もねえんですか？逆さに振っても鼻血も出ねえ。石橋に転んでもチャリンと音のするものがねえ。笑ったちしょうにじゃねえか。道中で金がなくって笑ってんのお前さんぐらいのもんだよ。お前さんの家がまだ清水を経ってから1ヶ月半ですよ。立つ時にはまだあんなに金持ってたの。あの金どうしたの？石。え？面目ねえ話だ。どうしたんです？安城の宿に泊まった時、腹巻きを布団の下へ置いたまんまでお蝶の看病をしていた。取られた。へっ、金を。うん。小出しの方は2、3両持っていたが、大きい方を取られた。あれ、藤本さん、あの時まだわしに黙っていたさ。おめえに言うとおめえが大きな声で怒鳴り倒すとみっともねえ。まして宿屋へ迷惑をかけちゃいけねえから、俺は黙っていたよ。お前さんはあんまり人がいいからいけねえんだよ。あんまり人がいいとバカだって言って。お前さん、しょうがねえな。じゃあ一応ねえですか。うん。うんと、お前さん、これからどうするんです。もうしょうがねえ。
おめえの懐が当てだ。いくらがねえか。じゃあ、だいって、親分が持ってねえのに、子分が持ってちゃ失礼で。いいよ、いいよ、失礼でもいい。持っててもいい。うん、ない。一文もねえ。ええ、逆さに振ってあった。鼻血も出ねえ。わしの方も本当なん。じゃあ、しょうがねえ。我慢しよう。我慢しようったってまだ腹減っちゃうねえ、わしは。もうしばらくの辛抱だよ。しばらくの辛抱だって何か当てがあるんですか？ある。これから向こうに終わりのキオスというところがある。有名なとこだ。そこに国之助という貸元がいる。名前は聞いておりまして、お目にかかったお種がいい人ですってね。うん。そこ行って世話になる。そこ行きゃ何つか面倒見つけますか、三人とも。まあ、20日や一月は大丈夫だと思う。ああ、そうですか。でもな、国之助って人は心細いんですか？一遍も会ったことはねえ。なんだい、心細いな、お前さんは。一遍も会ったことのねえもな、三人お前さんそんなに面倒さ、会ったことはないが。恩にかけるわけじゃないが、あの人の子分を俺が五、六人面倒見た。二人がひどく患ったやつを医者にかけて治してやったこともある。それから、国さんから手紙が来る。子分がいろいろお世話になりましてありがとう存じます。どうぞこちらご通行の説は、ぜひお立ち寄りが願いたい、ご恩返しの真似事がしたいという手紙が二、三本来た。まあ、その縁故で仕方はねえ世話んだろうと、こうってな。ああ、そうですか。うん。じゃあ大丈夫だ。じゃあ行けよ。うん。どうも、国さんのうちはもう地形でしょうね。地形にもあんね、おめえ、向こうに見えてるんだよ。見えてんですか？そうだよ。ありがてありがてありがて。姉さん、しっかりしとくね。旅で患ったのがあなたの不運だ。これから国之助という貸元さんに頼んで、まとまったお金借りて立派な医者頼んで、あんたの病気治しま。で、向こうに見えてるってんだが、お前さんその体じゃとてもじゃねえが歩けねえ。石松の背中へのつくねえ。石、すまない。何？すもすまねえもあるんか、人と生まれた甲斐があって親孝行しなさい。博打打ちになってその孝行はできねえが、真似事だけでもするんだよと、よく片井の旦那方に意見をされてました。わしはもう心の駒が狂って親不孝一平しちゃった。もうそろ30にもなる。孝行しなくちゃならねえ。気がついたらもう遅いんで。二親がおりまで。石に不当は着せらんねえ。今じゃ親分と姉さんが、生みの親だと思っているんだ。わし親孝行の真似事をするんだ。いい。うめえことを言いつけたな。てめえだけはバカだバカだと思っていたら、バカじゃなかったな。と今までわしをバカだバカだと思ってたんですか？バカでねえでしょ？バカじゃねえ。筋の通った立派なお言葉。お嬢、病人だ。おぶさっていけ。医師、ありがとう。どうしやして、しっかり捕まってすんねえ。いますか？ほら、よ、どっこいっしょ。ああ、やめえはつれえな。腰のあたりの肉がすっかりなくなって、目方はまるで軽くなって、昔の姿がありゃしねえや。嫌だ嫌だい。あれさ、これなんだ、涙だ。お前さん、涙こぼしたんすか？やっぱり俺はバカだ。病は気からといって、気をしっかりしていりゃ治ってしまうもの。バカなことを言いました。あれさん、勘弁してくんねえ。今日はだいぶ顔の色がいいから、明日あたり治るよ、この勢いじゃ。さあ、おやぶ行きやよ。
国さんの家は向こうに見えてんでしょ。そうだよ。見えてるったってまだ七八丁あるんでしょ。ああ、七八丁じゃ効かねえ。はあ、はあ。十五六丁ありますか。ああ、そいじゃ効くねえ。はあ、はあ。二十丁ですか。もうちょいっとあるかな。二十五六丁。いや、もう少しかな。三十丁。いやー、それじゃ効くねえ。一里ですか。いやー、一里じゃ効くねえ。ずいぶんあるんだから。どのぐらいあるんです。まあ二里半だろうな。姉さん、ちょいと降りつくんですまないけど、俺は親孝行ダメになっちゃったよ。向こうに見えてるってえから親孝行しようかなって気になった。二里と聞いてびっくりした。腹がペコって減ってきた。一人だったわけね。親分からかっちゃいけねえ。二里半向こうが見えるかい。まあそば行きゃ、そば行きゃどこだって見えない。笑いの折しもあなたより、参りました一人の男、しばめのわからぬ汚い斑点ただ一枚、猫の杓子郎みたいな帯締めて、汚れた手ぬぐいほかぶり、しやめしぞりに身を乗せる、見るからにして怪しい男、次郎長前まで来るなれば、歩みの速をピタリと止めて。次郎長の足元からずーっと見上げた。傘は深くかぶっている。顔がわからないと見えて、傘の内から覗いて首をかしげて二足見足、教授を持つ身の次郎長なればもし追ってじゃなかろうかと思ってみたが、なりの様子これは追ってでもなさそうだ。次郎長おとなしいからそのまま行こうとした。そばについてる石松が、親分ちょっと待つくんねえ。なんだい。なんだってあの野郎、無礼な野郎じゃねえか。お前さんの顔覗いて黙っていきやがったからね。今あの野郎を捕まえて因縁つけて、でいくらかもらって飯を食うから。そんなことをするから博打打ちはみんな悪いと言われんだ。多病していりゃ人間違いはどどあること。あ、行こう行こう。いかんとなせばかの男、またも戻って次郎長前、またずっと顔を覗いて首をかしげて行こうとした。一度ならいで二度までも、やられてみれば次郎長も。お分けの、お待ちなせ。え、何かご用。別に用じゃねえが、二度までわしの顔を覗いて黙っていくとは失礼千万。間違ったら間違ったと一言ぐれおっしゃっとね。すいませんので一本刺しております。なりゃ汚いが都政人でございます。仁義を失った段は何と申し上げはございません。人間違いでございました。やっぱり間違いでしたか。へい、わしのためには命の恩人、寝たまも忘れることはできねえ。清水港の梶本さんとあんまりあなたが似ていらしたから、もしやそうじゃなかろうかと思ってみたら人間違い。かにしてやっとくなない。え？ちょいと待つくね。へい。かしもとと言われるほどの貫禄じゃねえが、
清水港鵜戸町に住居をする山本長五郎、通称清水次郎長なら、わしだで。え？はあ、まあ、やっぱりそうでしたが、はあ、よく似てるんだが、おみなりがすっかり変わってるもんで、もうおみそる申してすいませんので、と、後ろにいるの姉さんですか？はあ、やつれましたな。ほうかぶりで顔がよくわかんねえ。すいませんでも。ご病気で、はあ、いけませんね。いつもおかわりねえと言いてえが、大層変わったお二方。梶本、言ってどうしたんです？わしが被り物を取ったら、あんたも被り物を取ったらどうだ。へ、そのぐらいのことはわきまえておりますが、あんまり面は汚ねえから帰って見せちゃ悪かろうと。承知で被っておりやした。へいへい。ただいま取りますでございます。へい。おわしでございます。ついお見揃いしましたが、あなたはどなたでしたっけな。あんたという人は大勢人を助けちまう。助けた方じゃ忘れても、助かった方じゃ忘れねえ。あの、六年前。清水港で半年余りお世話になった、尾張名古屋鍋屋町の小川の勝五郎でございます。おう！勝五郎か！わかりましたか？わかった。まあ、しばらく会わねえうちに、いい男になったなぁと言いてえが、汚くなりゃあったねえなぁ。死ねだらけじゃねえか、あの顔は。やっぱりこっちにいたのか。はい。相変わらずくすぶっております。わしは、あなたや姉さんには、しょってしょいがれねえ、積んで積みがれねえほど恩があります、義理がある。人と生まれた甲斐があって、一方はご恩返しをしなくちゃならねえと、思っていたらちょうどここでお目にかかって、もう幸いと言っちゃ失礼だが、あなたのお身なりが悪い、姉さんが患って、お身内が大層お腹が空かしているらしい。ご恩返しはここだ。わしの家はすぐ向こうだ。あなたに着替えの一枚を着せて、立派な医者を頼んで姉御の病気を治して、お身内には、やっとの飯を食わしてあげてから、さあ、うちに来ておくんなさいと、言いたいのは山々なれど。え？それができねえんだよ。てめえの食うのがやっとなん。あなた方のお世話できません。それじゃ黙っていかがれとおこごと食うか知らねえが、わしはねえ、あなたが錦を着て金を巻いてるような道中だったら、こんな汚ねえ身なりでお目にはかかりません。あんたの落ちぶれた姿見て、黙って脇にそれたら、今あそこ行ったな、勝五郎。俺の慣れは汚ねえから、口も聞かねえでいきゃ、白状な野郎だと言われやしねえかと、こっちの神経が咎めたから、それでお目にかかったんだよね。いいかあるうちにご恩返しをしますから、今日のところはたっと見逃しとくねえ。こつ！へえ！ありがとう。おめえの世話になるより、その一言が次郎長何よりありがてえ。困るわ、じゃあ誰も女仕事。俺が清水行けって元のような体になったら、訪ねて来い、面倒を見る。ありがとう、どんじゃ。姉さん、犬師匠を世話したんだと思って、勘弁してくんね。お身内、姉さんが患ってんだ、しっかりしろよ。何を嫌んでくんねえろ。腹減ってしょうねえとこ行きやがって、昔お世話になりましてご恩返しをいたしたい。お身内にうんと飯を食わしてあげるってやん。いや、ありがてえ奴が来たと思ったら、山々になるってやら、バカ野郎め。てめえの面見て、余計腹減っちゃったこっちは。おやめ嫌な野郎だよ。まあいいや、行こう。尾張名古屋勝五郎の義賓殿に移ります。ちょうど時間となりました。ちょっと一息、また公園。
西しがし。ちれぬもかよ、風の間に。十手に追われてあてもなく、流れ流れてとと海、梅雨の命神の終わり、かりそめならぬ患いに、悩むお嬢いたわりつ、知らぬ他国で浮き苦労、旅寝の弱に見る夢は、遠い故郷のことばかり、三代の松原清水の港、富士の山が懐かしい。次郎長とお嬢と石松の三人が、尾張直屋鍋屋町勝五郎のうちに世話になった。お嬢はひどい病気です。勝五郎は一生懸命働いて、朝早く出て夜遅くなって帰ってくる、帰ってくる旅ごとに何か持ってくる、帰ってこない晩もありまして、ちょうど7日目でした。いつまで待っても勝五郎の帰りがないから、もう寝よう。三人が床を濡れて横になった。夜中自分に次郎長何か夢でも見たんでしょう。ガバッと起き上がって、布団の上へ座ってお嬢の寝顔を見て、夜屋でありゃ、江尻の国丼屋の一人娘、縁があって俺と夫婦になった。何が因果か。俺も米が嫌って博打打ちになったが、お嬢は嫌な顔をしない。今じゃこの姿。お嬢勘弁しろ。もうしばらくの辛抱だ。女房思いの次郎長、落ちる涙を拭きながら、脇を見ると子分の石松、いい気持ちで寝ている。持つべきものはいい子分。俺がいいこと一つしたことはねえが、やっぱり親分だと思えばこそ、嫌な顔をしねえでこうやって働いている。ありがてえ。ありがてえことは確かにありがてえが、この野郎バカだか利口だかわけはわかんない。俺はこんなに心配してんのにいい気持ちで寝てや。待てよ。こいつのいびきでお嬢が目覚ますと大変だ。石や。石や。しょうがねえな。来れ。あ、やりやがったな。騙し討ちのは卑怯な。あれ。私を殴ったのお前なんかい？俺だ。俺だったら用があったら静かに起こしてくんねえ。寝てる時には魂が脇を遊びに行ってますよ。魂が冷え切れないったら死んじゃうじゃないっしゃ。すまねえ、勘弁しろい。何か用ですか？別に用じゃねえが、おめえのいびきが大きいんでお嬢が目覚ますと知っての通り病人、あそこが痛え、ここが苦しいと言われるたんびに俺は苦しくってたまらねえ。お嬢は寝てるうちが極楽だ。かわいそうだと思ったら静かに寝つくれい。
わいすいません。ねえ、謝ってもらって決まりがね。昼間働いてるおめえが夜眠いな当たりめえ。明日また早く起きてもらわなくちゃならねえ。遅いとこ起こしてすまなかった。早く寝ろい。おやすみ。起きろ。はい。寂しいな。な、見れんだよって言っこないで、俺もどこ行ったって夜中は寂しいに決まってるよ。けどお前さんが清水にいた自分には寂しくなかった夜中だってね。子分が大概3人4人は起きて、まあ小さないたずらなんかやっておりましたがな。お前さん夜中に目覚まして風邪気味で枕元の水はなくなってパンポーンと手たらくとベーッと子分が飛んでった。今じゃ変わってこの姿けどね、親分、人間は七転び八起き。道だってそうだい、登れば下る、見切れば欠ける。お父様だって丸くなったかと思ったらまた細くなっちまう。お前さんが小敷を見るように汚え格好をしていてもパーンと叩いたら元以上立派になる。いろんなことを考えてお前さんまで病気になるといけねえ。何にも考えねえで無邪気に寝つくねえ。見事言いつれた。おめえに意見をされようとは思わなかった。ありがとう。もう遅いや。早く寝ろい。じゃあおやすみ。起きろい。寝ちゃいらんねえよ、こうなったら。何ですよ。勝五郎はいい男だが、あいつは貧乏だな。じゃあ大っちゃいね。貧乏という棒はね、回りながらも姿があるもんだが、あいつは棒がない。ビーンって棒がどっかに飛んでっちゃってや。お前さんの命だから、ここの素体なんだから、人間の素体じゃねえね。なんだい。ネズミの素体。なんだい。お前が初めてここの家に来た時にわしなんて言ったい。石や笑っちゃすまねえ、ここの家は。今は汚ねえが昔は良かったんだぞ、つったでしょ。うん。どうして親分わかりますって言ったら、しばちと仏壇を見ろ。わしは驚いた。しばちはまあとにかく仏壇がいいや。へえ、手したもんだなって驚いた。あの仏壇今ねえでしょ。おそう。そうかって、あのお前さん、当に売っちゃったんだよ。あれ売って金にして、金が米になって、米が飯になって、わしら食っちゃった。わしら寄ってたかったあの仏壇かじっちゃった。だからここの所定はネズミの所定さ。仏壇まで売らせたか。中の位牌はどうなった。真からそっから褒めてやっつくんねえ。ただのヤクザとヤクザが違いますよ。先祖代々の位牌は無駄にはできねえって言いました。うん。あの向こうにほら、二つ目の棚にみかん箱が乗ったんでしょ。うん。あのみかん箱を掃除して新しい手拭いを敷いてね、そこに位牌しまいましたよ。そうか。ええ。あそこにね、位牌しまう時思い出があったよ。何や。勝五郎位牌に文句言ってや。何言ってやんだろうと思って黙って寝たふりをして聞いてたら、位牌さん、飲み食いをするの博打の元手がないために仏壇を売ったのではない。昔お世話になった人が患っているご恩返しをしてが金がね、仕方がねえから仏壇を売りました。いつまで貧乏はしておりません。わしがまた目と出たら、もっと立派な仏壇をございます。しばらく窮屈だろうが、みかん箱で我慢しておくんなさい。言うとね、親分。なんだ。わしはこの間親分に世の中に不思議なんてことはねえって言ったでしょ。うん。ありますよ。そうか。ええ、ありますよ。勝五郎の言ったことが分かったとめいて、前に置いてあった位牌がグラグラグラ
よせえこの野郎、死ぬ夜中に怪談話をしやがる。居合がもう一回動いたんですよ。動いたばかりじゃ興味が薄い。かすかに声を張り上げた。誰が？居合が。恩人を助けるために仏壇売ったのなら仏壇苦情は言わない。位牌承知つかまつり候。よせこの野郎、上のうちににっこりと。笑う始末かわいい男、血のつながりはないけれど、絵にしも深い親分に尽くす薬山の心意気。その夜は過ぎて明けの朝、破れ障子にしなしなと照らすほのかな朝日影、表に立ったんねや勝郎。おはよう、いさん、おはよう。おう勝郎か。ねえ、夜はケツかよ。俺夜中にたまんねえよ、ならんなくて。どうしたどうしたって、おめえ、こう声かけたよ。指見やしねえよな。そうかい、昨日だったな。米をかつった、おかずもかつった。今、飯の下側するで。ちょっと待つつんだよ。すっかり、ご飯の下側でして、お買い物できました。梶本、おはようだ。おぉ、勝信か。おぉ、マンチマンチ、すまねえな、骨を。ねえ、んなこと言っておくんなんで。ご飯ができました。お買い物できました。あなたは、寝てますか。うん、あんまり食べない方がいいっつった。おもゆかなんかございました。これから食事が終わってしまった。ねえ梶本、なんだろうと思って。実はね、今来る道に浪川東庵先生のとこ寄った。先生本当のおいと言っておんねえ。姉子の病気はどうでしょうってわしは聞いたら、うん、かっさんや、ま、気の毒だが、あのまんまでは向こう20日は持つまい。え、うちも、そうなんで、わしはお世話になった人だ。どうしても助けて。なんかいいことありませんかね、先生って言ったら、一つある。こうすれば、当のうちは、七分まで治るという手がある。と、こういうんで、うん、その先生、どうなんですって言ったら、川島道元という、これはご定義者。この人は、立派な医者だから、高価な薬がある。この人に見てもらってその薬を持っていただいたら、ことによったら治る。けどこの医者は貧乏人のところに来ない。少なくてもまあ20両30両という金がなかったら頼めない。かっちゃんや次郎長夫婦はいい人だ。わしも骨を折ってやりたいが、知っての通り貧乏医者、どうすることもできない。二両は三両ならできるが、そんなにはできない。どうだい勝ちゃん、二十両という金ができないか。できればわしがその先生に会って頼んでやろうと。こういうんでござん。うん、わしもできねえって言うとあんまり行くんじゃねえから、へ、じゃあどうにかいたしますから先生お願いしますって浪川東庵先生のうちを出た。途中考えたらねえかしょと、うん、ことによったらその金ができるんです。え、できる。それが
る育成とバカな金になる。その時にお前さんが、あの野郎なんか変なことしたんじゃねえかって思われるといけないから、証人として石谷にも今日一日借りてんでさ、どんなもんでしょう勝也。そんなにおめえに骨、いやそれを言っておくなんだい。6年前は清水に世話になってる時、風が元でこじれて20日出た。その時姉さんにはお世話になりました。夜中にわざわざ来てくれて、脇に寝ている子分を起こしてお前たち、自分たちが旅で患った時に脇にいる子分がぐうぐう寝ていたらどう思うな。自分の身から考えな、かっちゃんがかわいそうだ、みんな面倒見てやんな。こう言って姉さんがわしをお世話してくれたことは、寝たまま忘れたことはねえぐらい。それがわしのやることは何度も黙ってやらしてるね。そうか、じゃあ勝也頼むで。はい、承知しました。じゃあ医者にこれから出かけるんだ、そう頼むで。あ、そうか。じゃあ喉を振るに俺も行ってやるよ。はい、行ってこい。この頃勝五郎と石間さん表へ出て山頂回り来ると言いしますが。おう、おう勝也待てよ。なんだい、どこ行くんだ。いや、ちょうど遠いんで。ふーん、どこがある。まあ5時半6時ぐらいな。え、遠いな。うん、どうしてもケリア晩遅くなるんだ。もう5時でも6時でも可能になるのか。なる。どれくらいになるんだい。まあ普通で100両。え、うまくいったら300両。ああまずかったなと思っても20両にはなるよ。え、勝五郎の顔じっ見ていた石松が左の手が伸びた勝五郎の胸ぐらぐっと掴んだ。なんだ一さんってやつを右の手でピシッと横ずっぽを張った。いて、何をするんだ一さん、やがましいよね。ほてんでい、自慢じゃねえが清水一家はな、どんなに困ったって人のものちりっぱ一本盗むじゃねえよ。何言ってんだい、騒ぎの声で人が聞いたらびっくりする。盗っ人は当たり前じゃねえか。どんなわけがあるか知らねえが、300両なんて金くれる。さ、くれるわけがある。もらうわけがあるんだよ。え、その話を俺はするから、落ち着いてくれ。何？わけがある。よし、話をしよう。話をしようね、そうするよ。ああ、撃たれた。おいて。ねえさん。え？俺は清水にいたのはちょうど6年前だった。うん、俺が行く何度も2月3月前の話だったな。清水港で相撲の興行があったろ。山ヶ岳宗師という相撲が俺は大関で、うんなことあった。それが雨に降られて忍び忍びが重なって、何度も10日ばかり宿に泊まっているうちに板が長すぎて百均ができて清水を立つことはできないんで、次郎長親分のところにその山形が来て、助けると思って20両を恵んでください。親分が留守だね。今わざわっている姉さんが一人うちにいた。その時も親分が、売って売って売ってる下がり、売ってる下がりなんてもな、うちに金がねえ。で、金がねえって言えば親分の名前にかかるから、しっかり者の姉さんが関取待ってくださいってんで、自分の大事な、なんか品物を引き入れて20両こさえて、関取にやった。その関取が、その金で百均払いをして、清水を立ったことあるんだろ。いい知ってんの。あらあら。令状が来ねん、どめや。あんな白状なら、ねえ、白状だ、あいつは、つって、怒鳴ったら、お前さん、あの子に余計なこと言うなって怒られたことあるんだろ。あっちゃった。その八尾畑があれから1年ばかり経って、なんか藤枝の長楽寺清兵衛親分のとこかなんかで、友達の金200両使い込んで弱ってるところを次郎長親分に助けてもらって300両もらったことがあるんだよ。ほう、
その八幡だけがどうで相撲をやめて博打打ちになって、伊豆の台場の九八山の子分になって九の一条をもらって縁があって、この尾張の知多郡骨田村というところに住んでな、うん、妹のお登勢って人が亀崎の代官竹垣三郎兵衛様のところにお目かけに上がって子ができて、本妻が死んでお目かけが本妻に治った、うん、とね、代官と九六太義理の兄弟ね、御用の二条をいただいて十手取り縄を預かって、右に博打打ち、左に天下の御用聞き、二足のわらじを履いたお勝手き、今じゃ恐ろしいたくさん子分があって大した出世なんだよ、うん、そこ行くんだ、うん、褒めたの貸し元恐れ入りますが、次郎長修従が難行しております、姉さんが患っております、少しばかり金を貸してくださいと言い、ああそうか、俺はあの人には恩があるんだ、さあ持ってきなよってくれりゃ300よ、うん、ああそうかい、まああんまり今度金がねえんだ、あとでどうにかさ小銭持ってきなって言えば100両、うん、勝てはまずいな、今くれちゃねえが、すっかり金を出しちゃった、後からまた持ってくから、これで我慢してくんな、いいか、柏本さんによろしいつくなって言えば20両だ、うん、だから普通で100両うまくいって300両まず振って20両といったな、これで遺産、なるほど、そうだよね、そんなわけがあんだろうって、おめえ初めから言えじゃねえか、わかったわかった、分かった、うん、じゃあ行こう行こう、いて始末胸踊らせ、今勝頃のゆとり、ほげたいって九六が見舞いの金をくれたなら、重い病の床につく、明日も知れぬ姉さんを、せめて上手な医者にかけ、心残りのないように、できる限りの手当てがしたい。そうしてあげれば、もしもの場合、寿命が尽きたと諦めよ、お蝶も一年に心いそいそ名古屋を後に、肩を並べて二人ずんで、六里の道も何のその、急げばここは知多郡にね、亀崎財岸ほげた村、九億宅の表の方、歩みを止めた二割りが、いっさん向こうに面ながら九億さんの家で立派な家だな、だけど嫌だな俺は、御用とかいた大きな提灯がぶる下がってやら、おめえここで待ってる、石松を待たして勝五郎一人が中へ入って九六に頼んだが、ところが九六が、次郎長は恩知らずだ、あいつは人の皮が来た畜生だ、あんなもんに見た一文貸すことはできねえと言われたんで、勝五郎びっくり表へ出て、一さんとんでもねえ野郎だ、こういうわけだと話をした石松がカッとした、よし俺は死の玉になって飛び込もうと石松が腹を立てる、ちょうど時間となりました、ちょっと一息また来る、
月沈み。人が落ち目になった時。初めてわかる心のまこと、小川勝のヤクザの花よ、本を忘れず義理がたく、弱い者ならどこまでも尽くす男の心意気、貧しいけれど国もせんず、いつも優しくこのものと、めぐる情けのとお尻が、人の心の窓を打つ。黒町の女房が患っている、立派な医者頼んで早く治したいと、勝五郎と石松が名古屋を出て、尾張北郡ほげた村九億という御用聞きの親分のうちの前で足を止めた。なあ、さっきも言った通りだ、医者に。今はこんな立派な親分だ。元は八尾ヶ岳総七って相撲を取り、相撲を取ってる自分に難儀をして、次郎長親分や姉さんには人型ならねえ世話になって、それがおめえ、相撲をやめてヤクザ軍になった。妹が亀崎の大官竹垣三郎兵衛様のところへお目かけに上がった。その大官の引き立てでこんな立派になっちゃった。今じゃおめえ、500人自覚古文がある。右に幕臣寺、左に天下の御用聞。取るでこの家。驚いたら医者に。立派なもんだ。うちは立派だよ。あれ見ねえ。表に御用と書いた大きな提灯がぶるさってや。あんなものを下げなくったって御用聞きは分かったらいい。キザだな。ああ、だそれ言うね。これから金借りるんだ。医者にここで待つんな。いいか。いよいよ金を借りることになったら、なんか証拠がねえかって言った時に、はい、これは次郎長さんの子分の森の石松さんです。と言って、おめえが顔を出して、貸元をありがとう存じます。お願いします。と、こいや。これ証人なんだ。いいか。待つかよ。はいよ。はい、つこい。起きた。勝五郎、表へ立って、ごめんない。ごめんない。中から若い医者が二人ばかり。なんだい、うわ、なんで、名古屋町の中に、笠兄じゃないか。ああ、しばらく見えなかったら、親分もおめえの用意してんだよ、笠兄。さあさあ、あがつくんね、あがつくんねえな。あの、親分いるか。うん、いるよ、おめに。ちょっと、お願いの筋があって、勝五郎が参りましたって。すまねえ、そいつくねえか。あ、そうだよ、ちょっと待ったら。今度の奥に来ると、九六、女房の休児で、今、昼飯が終わったところで。え、おやむ、なんだ。名古屋町の勝五郎兄が、おやむになんだかお目にかかってお願いがあるって。うわそうか、勝五郎か。こっちに通しな。え、勝さん、お父さん、ありがとう。おう、勝五郎と、すっかりご無沙汰しました。いつもご盛んでおめでとうのには。ああ、どうしていい、勝五郎。てめえなんだってね、先月、鼻毛やったって言うじゃん、バカ野郎。鼻毛なら鼻毛って、俺んとこに通称よこしゃ、俺だっててめえの持った五両や十両を届けてやるんだ。だってそれはね、あんまり感度があっちゃいます。ええ、もう、わしの鼻毛ですからね。
もうわしみてえなやつばっかりやつなんだ。その気持ちがてめえは偉いとこだ。なにしろしまるで感度があっちゃてめえ通れたな。うん、そうか。で、今日は何か用だ。お願いがあって参りやす。なんだ。あなた、清水湊の次郎長という人を知ってますね。知ってる知ってる、うん、知ってるよ。なんだそれ。その人が今うちにいるんだ。え、次郎長は、はい、おかみさんと子分と三人うちにいる。子分はいいんですけど、ご夫婦が病気になりまして、親分の方はもう手に治ったんだ。姉さんがひどく患ってもう向こうの遠方は持つめ。だけどもある医者にかかってある薬を飲んだらば治るかもしれない。ところがそれには莫大な金がかかる。これは清水の貸元から出た言葉じゃねえんだ。なんかお前さんと昔から縁故があるってことを私は聞いてますから、もしあなたにお願いしたら少しばかりまとまった金を貸してくれるんじゃねえかと思いまして伺ったんだ。勝村を助けると思ってまとまった金を貸していただきて、俺もいかがでございましょう。太いキセルでタバコをこう吸っていた吠えたの九六がそのキセルをパンパンと生え落としておいて勝五郎の膝のところへバッとぶつけた。うて、何をするんだ親分、やましいくんだろ。二言目は清水の親分だ、貸元とってや。あんなものはな、清水湊という猫の指定みてえな塔にやっから親分ざらしてやん。悪くや、あんなものは博打打ちのゴミだ。大地姉野郎、恩知らねえ野郎だ。人の皮は来た畜生。姉野郎は出行け。俺は上長の面見たら御用と召し取って牢内につないで苦しめてやるんだ。てめえもなんだと。すぐにも上長追い出せ。終わりから向こう3日待ってやる。5日目にてめえのうち行って次郎長がいるとてめえも一緒に引くっちゃうぞ。わかったか。蹴れ。へい。お邪魔しました。もう知らねえ畜生みたいな野郎囲まった勝五郎が悪かった。貴様はそっち行けしまって、もうわしも終わりにはいねえ方がいい。お邪魔しました、さよなら。おう、こいつはどうしたんだ。もっとゆっくり、何言ってやんだい。こんなとこにいるかい。もう手立ちとも縁切りだ。途中で勝五郎と会っても物言うだ。ペーッと表へ出た。勝五郎の顔の色がおかしい。一瞬をキョロンとして見て、医者に、よ、どうしたの。勝五郎、黙ってた、医者に後からついつくれ。何してるの。ちょ、どうしたんだろう。三丁回りに来て、足を止めた。医者、すまねえ。勝五郎、じりたに面をたたつけて、ぐっとこすって、謝るといや、どんなことをしても謝る。すまなかった。できねえか。うん、できねえだけならいいんだよ。あの野郎に見た一文借りちゃいけねえ。いっさあの野郎こう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 いうことを言い合ったで。え、俺の親分が面白い畜生だって。やろうよとも言いやがったら、一産待ちねえ、何言ってやんねえ、話せ。
よくも親分次郎長の恩を忘れて悪行並べた挙句父を呼ばり、もう勘弁がならねえと火玉のように勢いで名刀池田鬼人丸塚を叩いて今飛び込もうとした時に、どうか勘弁してくれとおろおろ止める勝五郎、はっと気がつきゃまぶたの裏に病んでやつれた姉さんも。明日を知れぬ哀れな姿、それを思えば手出しも丸歯を食いしばりハラハラと流す無念の血の涙、医者に仮想をこの通り第一医療の手について謝っているんだが、我慢してくれよ。お前の短期で中に飛び込んでうまく協力しとり切ったところで、あいつの子分が黙っちゃいねえんだよ。親分の敵と大勢で俺のうちの周りを取り巻いたら、おめえと俺と親分はどうにもなるが、患っている姉子はどうするんだ。勘弁してくれよ。よし、我慢してやら、こんなところに来なきゃよかった。俺はな、さっきあいつのうちの表へ見て、あの提灯見た時には、ああ嫌だなぁと俺は思ったんだ。大将、終わりなよ、この三味線は。終わりという国は白状の野郎ばっかり揃ってる。医者に何言ってんの、ここは終わりという国だよ。この住んでる人はみんな終わりの人だ。ね、俺だって終わりの人間。言ってやんでえもんがあったら来い。わあ、医者、静かにしてくんねえ。あと追ってきた勝五郎。気の毒そうに慰める。それを邪剣に突きのけて、焼けのやんぱちを脱いで、終わりのやつは白状だと、どなりゃ後ろに立つ男、死牛を越えた分別盛り、腰に束寒一本頭、姿は粋なヤクザだが、どこか備わる真の良さ、終わり名物名古屋の城も、金のシャチをこいま一つ、義理と情けも深み村、土地が自慢の貸し元で、あだ名シャチホコ長兵衛とて、花もみもあるいい男。おい、そういうのは勝五郎じゃねえか。あっ、これ深みの勝ち元だ。
とんでもないとお見えになってすいませんでおじい、すぐすまねえも怒鳴ってしまったもんでしょうね。ここは終わりという国だで、その終わりで終わりの人をけなしちゃまずいが、おめえが一緒に歩くような男に悪い男がねっておたおら知っている。そのめっかちの人は誰だ。笠本すいません、勘弁してくれ。しずいなと次郎長さんの子分ノリノリに始末ったんで。え、お、この人は清水一子の石松さんか。さて、名前は聞いていた、会うの初めて。どうしたの。聞いてもない。こう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 いうわけ、石松さんが怒るのが当たり前でございます。吠えたの下散々次郎長修十に世話になって、え、それで次郎長は恩知らず畜生だとこう言ってますから、石松さんが怒ったんだ。バカ、え、てめえもそうだ。終わりに住んでいて旧録の根じゃわかんねえか。あの野郎がいるために終わりの人はみんな恥をかくことある。あんなものは早くいなくなってくれりゃいいとみんな言ってることをてめえ知ってんだろ。へい、なんでそんなとこ行った。一さんが怒るのが当たり前だ。で、おめえのうちにいるのか、石松さん。へい、石松さんだけじゃねえ、次郎長親分と姉子のお嬢さんもうちにいるんだ。え、丸屋町のおめえのうち。一応俺にはほんの来とねえところね。みんなくね、わざわってやるのだ。どうや、姉さんが親分の方はもう大変良くなって、姉さんがひたっくわざわってもう打っちゃっといたら向こう10日もつめえとこういうんで、ほら大変だ。それで今日のとこに金借りに行ったとこういうわけだ。そういうことだ。うん、俺は今から3年回り目にテラス間之助さんのうちの花家で清水という人にいっぺん会って満足に口は聞いてねえが挨拶はしたことあるんだけど、俺は立派な貸し元で安住に俺はまだまるっきり名前もねえくらいだ。僕は知るねえけど、俺んとこの子分があの人に散々世話になった。ご分返しをして一応ありんお面倒みたいなとこ置いといちゃやめが重くなるばっかりな。俺んとこへ連れてきな。へい、73名とお面もついて4人で俺のうちに来い。へい、どんなに金がかかっても直すで、あ、終わりにもこういう人間があるというところをほら見せてな。4人で俺のうちに来な。橋本、ありがとう存じます。いい土産ができました。わしは清水の親分に何と言ってお詫びをしよう、どういう風にして顔を合わせようと心配しておりました。ありがとう存じます。まあ頭下げんねえ、涙拭けみっともねえ。それから加護二丁添いってな、次郎長さんご夫婦顔に乗せて、おめっち二人は川のそばから歩いてこい。へ、じゃあ明日待ってるぞ、いいか。やばよ、後ろ姿は見えなくなるほど見送って、ありがとう存じます。手はあり、森のそばでこの話を聞いている石松が何にも言わねえ。勝五郎のする通り地みたいピタッと座って頭下げて、医者に、え、聞いたか。聞いたね、深見村長兵衛という貸し持った明日からあそこに世話になる。あそこへ行きゃもう大丈夫、立派な医者頼める。
姉子の病気は良くなるで。あげて。ホギタの協力みたいなやつがあるかと思ったら、あんないい人がいる。な絵に描いた鬼は頭に角がある。この死闘には腹にある角ってな、キョロドって。神様みてえな人ってな、今だ。あの人で。ね、だからほら、そう言ったろ。終わりの人はみんないいって。何言ってんね。終わりの人間は白状、白状の人もいるとこ言ったんだい。とにかく行こう。うち行けろ。二人は、涙拭きながら、悔し涙と嬉し涙と合併しちゃった。もう泣いたり笑ったり、顔見かわしちゃ、はめるようにして、鍋屋町へ帰ってまいりました。俺も、ただいま行ってきました。課長と、ただいま戻りました。ああ、遅かったな。どこ行ったん？今だから申し上げるな。堀田の九六さんのとこへ。え？あそこに金ばかりに行ったのか。ええ。悪いとこへ行ったな。本当に悪い野郎だ。あいつはね、およん、こういうことを言ったんだ。悔しくってたまらねえ。暮らしてやるはわけないが、田舎相撲の昔と違い、子分の数も400余り、十手取り縄預かって、今じゃ死の出の勢いで、羽振りを聞かせる御用聞き、心ねじけたやつだけに、それを遺恨に悪だくに、巨匠も罪の親分に、もしも何がかかったら、姉子がどんなに嘆くだろう、それを思えば手出しはできん、じっと我慢したもの、悔しゅうござんす親分と、鬼をもう繰り返し待つが、またもハラハラ、男が泣き、そうか。でもまあいいし、よく我慢をしてくれたな。てめえの短気で中に飛び込んで九六を切ったら、あいつらの子分がこの宇宙をきっと取り巻く。お蝶がかわいそう。お蝶が治るか死ぬかしてから、この仇は打てるんだ、石。何事も我慢するんだぞ。と言っていた次郎長の目からポロリッと涙が落ちた。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また来へん。